セブン銀行の見た目上の株価が安い理由はこんばんはー。ふくりでふえるです。今回のテーマは、セブン銀行の株価予想です。ぜひ最後まで見てください。こちらが目次です。1、企業分析。2、決算分析。3、株価予想。まずは、セブン銀行の企業分析から。セブン銀行は、 銀行のための銀行です。つまり、お客様に小売店舗でセブン銀行の ATM を利用してもらうものの、収益自体は銀行から、ATM 利用手数料の一部を銀行から受け取るビジネスモデルになっています。なので収益は、ATM の設置台数 ×1 台あたりの利用件数、そして、 全社の ATM 設置台数は右肩上がり傾向が続いています。また、後者の1台あたりの利用件数は2021年度にコロナで小売店舗での利用件数が減ったことで減少。ただ、昨年2022年度以降は回復傾向となっています。なお、売上の割合は日本が8割、海外が2割です。 しかし、今後の大きな流れとして、ATM を使わないネット銀行の利用拡大という流れがあるので、1台あたりの利用件数を長期的に成長させ続けるのは難しいと言えそうです。ちなみに、セブン銀行はネット銀行もやってはいますが、ネット銀行としては、預金残高で9位と苦戦しています。 なので、セブン銀行は海外を含め、ATM 設置台数を増やし続けることで、ATM 設置台数かける1台あたりの利用件数の合計で、横ばい以上の成長を続けていけるかどうか、だと分析しています。では、次に、セブン銀行の決算分析に移ります。現時点でのセブン銀行、一つ目の配当利回りは、 配当利回りとは、現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか。日本株平均2%以上を高配当株と判断した場合、セブン銀行の配当利回りは4.2%。続いて PER、株価収益率です。株価が一株あたり利益の何倍になっているかの指標です。コロナ前5年間の日本株平均、 16.6倍以下を割安と判断しますセブン銀行は15.9倍です PBR 株価純資産倍率株価が1株当たり純資産の何倍になっているかの指標です今回はコロナ前5年間の日本株平均1.25倍以上を株式市場がのれんブランド価値を高く評価している優良企業と判断します セブン銀行は1.26倍です。続いて売上成長率。直近5年間で年何%、福利で売り上げが伸びているか。4%以上であれば、全世界経済の平均より伸びていると判断します。セブン銀行は0.3%。次に営業利益率です。直近の年間決算の実績で、 売上に対して営業利益は何だったか7.2%以上であれば日本株の平均以上と判断しますセブン銀行の昨年度営業利益率は20.6%でした次に営業利益の成長率を見てみます直近5年間で年何福利で営業利益が伸びているか4%以上であれば 全世界経済の平均より伸びていると判断します。セブン銀行の営業利益の成長率はマイナス4.2%。次に生産性です。従業員一人当たりの営業利益はいくらだったか。300万円以上であれば日本株の平均以上と判断します。セブン銀行の従業員一人当たりの営業利益は3101万円。 最後に ROE 自己資本利益率です。企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか企業の所有者である株主にとって利回りに当たる指標です10.6%以上を日本株の平均以上と判断しますセブン銀行は8.6%なおセブン銀行の見た目上の株価が安い理由は単純に、 時価総額に対して発行済み株式総数が多いからです。株価は時価総額割る発行済みの株式総数。セブン銀行は時価総額では380位であるのにもかかわらず、発行済みの株式数は61位となっています。このように時価総額に対して発行済み株式総数が多いから、セブン銀行の株価は見た目上、 とても安い価格になっています。そして、セブン銀行のチャート分析をしてみたいと思います。直近3ヶ月は上昇傾向が続いています。ただ、5年以上の長期で見ると下落傾向であることがわかります。ここまでを一旦まとめると、セブン銀行は直近の株価は上昇傾向です。 しかし長期的に見るとと下落傾向となっています人のネット銀行の利用者割合が増えれば増えるほど ATM の利用者が減るので時代の流れからすると厳しいと言えそうですということで最後にセブン銀行の株価予想に移りますウェルの個人的な株価予想は262円から259円まで下がると予想します。 ごめんなさい。以上です。高評価、チャンネル登録、LINE フォローの3つをぜひぜひよろしくお願いいたします。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を